墨田八幡神社人物画像鏡。墨田八幡神社人物画像鏡は、和歌山県橋本市の墨田八幡神社が所蔵する、5世紀から6世紀頃、制作の同鏡。教廃の48字の金石文は、日本古代史、考古学、日本語史上の貴重な資料である。国宝に指定されている。古代日本において、 大王号を知るす金石文としては、東海山鉄剣名、江田船山鉄闘名があり、この人物画像鏡も大王号がいつ頃から使われたのかを知る手がかりになるものである。また、いつ、大和の王が大王と称されるようになったかを解明する手がかりになるものの一つとして注目される。墨田八幡神社の人物画像鏡は、正度制で計、計19.9センチメートル。 近世の地識類にもこの鏡についての記載があることから古い時代に出土したものであることは確かだが正確な出土年代や出土地は定かでない。教誉は円形の中を中心に内国には古代中国の伝説上の人物である東王府、西王母など9名の人物を表しその周囲には半円形と方形からなる文様体 その外側には、挙手文を表し、終焉部には、漢字48字からなる名を左回りに出する。この鏡の原鏡となった画像鏡は、大阪府八尾市の群川車塚古墳、道藤井寺市の長持山古墳、京都府京田辺市の戸塚古墳、福井県若狭町の西塚古墳、東京都狛江市の亀塚古墳などで、同系鏡、または踏み返し鏡が知られている。 しかし、手本となった鏡と本京都では、東王府、西王を中心として描かれた文様が、すべてが逆に宙造されている。日比年八月、自住大王都市男帝王在石浅、神宿企画朝年長寿使い、かふちただし人根すり二人と取白城,城、同二百、秀で作子の今日日日比の年八月、自住大王の年男帝王が、石浅坂の宮におられるとき、 各朝が長寿を念じて、かふちただし、えじンコンスリりの二人らを使わして城城、道二百ひでりを持ってこの鏡を作る。大王の王、男帝王の男など、必ずしも尺読みの定まらない文字が多く、名文の内容についても異説が多い。また、きび年がいつに当たるかについては、多くの説があるが、西暦443年とする説、503年と、 する説が有力である。いずれも、各朝、各地ただし、コンスリはそれぞれ人名と解釈されている。国宝指定名称は、人物が像況である。鏡は、東京国立博物館に帰宅されている。1838年間、木の国名所杖が文献における所見。ありがとうございます。